マルシャ MR-02 は、マルシャ F1 チームが2013年の F1 世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカー。2013年シーズン用に開発された MR-02 は、チーム初のカーズ搭載車となった。カーズはウィリアムズからシステムの供給を受け、車体開発面では引き続きマクラーレンの風洞を利用している。前年はクラッシュテスト通過に手間取り、 ぶっつけ本番で開幕戦を迎えたが、今季は、プレシーズンテストから新車を投入して準備することが、できた。ただし、ドライバーは2名とも新人で、マックス・チルトンとルイス・ラジアだったが、テスト期間中に、ラジアは、資金的理由により、ジュール・ビアンキに交代した。シーズンを通して、ライバルのケータハム F1 チームとテール・エンダーを、争ったが、マレーシア GP で、 ビアンキが13位で完走したことにより、コンストラクターズランキングは、ケータハムを上回り10位になった。また他チームに比べ信頼性が高く、リタイアは、両ドライバー合わせて、わずか3回、チルトンは、ルーキードライバーとして、初めて前線完走及び19戦連続、完走という異業を成し遂げた。ソース、ありがとうございます。